メリカ含めて、うん、最後の一冊だった。お何これって多分この間のパリコレとか、はい、ベースとか空手でもすごい取り合わせなくて業界の人からこれ何これ何って言われるんですか。これはこれラバーっていわゆるプリントですかね。こんにちは、レッドウィングのアジアマーケティングマネージャーの阿部と申します。よろしくお願いします。今日はレッドウィングについて新しいプロジェクトのアップサイクルプロジェクトだったりとか、改めてレッドウィングのブーツを、お話しさせていただければなというふうに思っております。ただちょっと今日スペシャルなものを皆さんに あれね、はい、そう頼まれまして持ってきましたので、インスタグラムで話題になってる。そうですね、多分日本で持ってる方本当にないんじゃないかなぐらいの、はい、ちなみにアメリカ含めて、うん、最後の一足だったものを今回頑張ってやってきました。もうそれはもう僕も社長にお願いをしまして、社長がすぐアメリカに掛け合ってくださって、うん、日本に届いたものになります。目線がちらちら下に行くってことは、はい、そこにはい、これちょっとこちらです。おすごい、うん、これは使い方は何これって多分、うん、なってるんじゃないかなと思うんですけども、この間のパリコレですね、うん、の時にちょうどファッションシーンをすごく、ね、はい、賑わった一足なんじゃないかなと思っていて、ね、カニエウエストが、はい、そうですね、履いてくださりまして、うん、バレンシアガさんのショーを、うん、たりとか、うん、まあ、本当その時の3スタイリングぐらいで、うん、これを使ってショーを見に行ってくださったりとか、ああ、なんかそのイベントに行ってくださったみたいで、ああ、それで一気にこれは何だと僕宛にもすごい問い合わせが来て、あ、業界の人から、はい、あれ何なのっていう、はい、でももうまさにでもあれ何なのっていうのが今から聞きたいところで、はい、ちょっとお話しさせていただきます。これ何、これ何ってなりますよね、うん、これは普段僕たちが日本で展開しているレッドウィングの部門とは別で、はい、本国のリアルワーカーの部門の方のレッドウィングなんですよ。なるほどなるほど。でもう本当のでもある意味では、はい、もうワークシューズとしての一番お手本となる、はい、はい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 。なので、まあ、レッドウィングそもそもワークブーツではあるんですけども、うん、より本当に安全性能だったりとか、うん、過酷な職場だったりとか、うん、まあ、そういったところに対応する本当にこう足を守る一足、はいはい、ちょっとこうファッション性能だったりとか、うん、そういう履き心地とかっていうよりかは、はい、本当にこう足を守るっていうところにすごくこう、はい、重きを置いたブーツで、このとこすごい硬いんですよ。あ、これは入ってます、スチールが入っているんですね、はい、なるほど。そうなんですよ。これラバーですか、素材は。これはそうですね、革ではないですね、うん、はい、もともとでもワークブーツとはいえいろんな用途によって引き分けるわけじゃないですか、はい、それこそ、この部分にスチールが入ってるものも入ってないものも、ね、はい、こっちにある、こういうポストマンとかだったらね、そうですね、歩行性用ブーツ、はい、これは何用の、うん、これちょっと僕らもどういう風に使われるかは、うん、まあ、その買われる業者さんによって変わるんですけども、はいはいはい、なのでもう本当に道路作業だったりとか、はい、そういったものを触っていいですか。はい、もちろんもちろんです。かかと、これリフレクション、はい、例えばそのアメリカとかだってやっぱ雪がすごいところとかだと、はい、除雪作業をするときにこう履かれたりとか、はい、そういう風に使われてたんじゃないかなっていう。なるほど、はい、確かにソールはすんごいごつい。そうなんですよ、ビーラムソール。なのでこう何用っていうよりかは、うん、これだけのものをこれ入って何をされてたのかはもう本当にその業者さんだったりとか、はい、買ってくださった方によってさまざまだと思うんですけども、はい、ちょっとこういう普段のレッドウィングとは、うん、違うけれどめちゃくちゃかっこいい。そうなんですよ。これはここに同じのロゴが、はい、これはプリントですかね。ですね、これはそうですね。こういうモデルっていうのは普段はないです。普段はない、はい、
あのタグとして中に、靴の内側の中にあのタグがついてるとか、はい、こういう革のところに刻印をされてうちのロゴを入れるっていうのもあるんですけども、実際こういう本当にリアルレザーにこういうプリントはするとレテンっぽくない感じがするのかなと思います。なのでこれはあのまたそのワークの方だからこその、はい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 、あの表現ですね。この中は、これ、なんか審査レートとかですか？この音声を。あ、そうです、そうです、そうです。はい、おっしゃる通りです。あ、なので、やっぱり寒冷地で。はい、そうなんですよ。まあ、今履くとめちゃくちゃ暑いんで、多分しんどいと思います。はいはいはい。僕の方にでも、ピントが合わないけど、ロゴがちゃんと。あ、はい。ついてます、中に。これをカニエ・ウェストさんはファッションに落とし込んで、あのすごくかっこいいスタイリングを送ってくださったおかげで、はい、なんだこれはと、レッドウィングじゃねえかみたいな、まあ、それでちょっと僕に、ね、あのたくさんの問い合わせがで僕も知らなかったんですよ、正直言うと。こっちの部門は僕も今担当させてもらってるので、うん、ある程度のものはすぐ分かるんですけども、僕も分からなかったので、本当にこう皆さんと同じような感じで探して、で後日ちょっと会社で確認をしてっていうような流れでした。さっき日本に数足ある、まあ、世界でももう最後の数足だったっていう話でしたけど、はいはい、日本で数足っていうのはあのオークションとかでもしかしたら買われた方もいらっしゃるんじゃないかなぐらいなところだったんですけど、オフィシャルでは1足だけです。製造自体はまだあるものなんですか？いや、もうしてないわかったですか？廃盤品番。そうです。なるほど。はい。なので、本当に今この新品の状態で、はい、レッドウィングのオフィシャル在庫としては最後の1足。はい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 。でも本来、ワークブーツだから、何かオークションであるとしても、基本的にはもうガシガシに履いてるそういうはずですもんね。はい。なので今回アメリカのチームも今日こうやってあの原さんに取り上げてもらったのを報告したらすごい喜んでくれると思います、はい、でもある意味では一番ねあのブランドのフィロソフィーが詰まっている、ね、めちゃくちゃかっこいいモデルってことですね、はい、それがちょっとこのボテッとしたフォルムとかが何、はい、か今のトレンドに、はい、マッチしてるのかなっていうので選んでくださったのかなと思います。すごい、これは貴重なアーカイブを。そうですね、ありがとうございます。いや、かっこいい。これでなんとなくこの謎のモデルの正体がちょっと分かった、はい、そうですね、あの日本でこれを取り上げていただいたの多分絶対初めてだと思う。おー嬉しいな、はい、いや、これはそうです ね、はい、かなりのトピックスだと思います、うん、はい、じゃあありがとうございます。はい、ありがとうございます。